な時メンバーならなんて言うすら？せーの、演技の時間。はい、もしも学校の先生だったら、遅刻してきた生徒に二度と遅刻をしないぞと思わせてください。なるほど、うん、先生になるの？そうだよ、先生。そう、なるほどね、先生だよ、先生。ちょっとなんか今までとは違う感じだね。ね、ということで、このお題に挑戦していただくのは、1年生チームはアイアイ、はい、アイアイ、2年生チームはチカシュー、3年生チームはアニャ、イエイイエイイエイ。またすごい先生が見れそうです。見れそうだね。3人ともすごそうだから。ということで、じゃあサンシャインじゃんけん。あ、そうか、忘れした。あ、そうか、全然忘れた。やろっか。オッケー。せーの。最初はラブ。サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。おー、どこから声出してるの？よしよしよし、いきますよ。せーの。最初はラブ。サンサンサンシャインでじゃんけんぽい。最高でしょ。おい、ではでは、遅刻をさせないぞって思わせるんだよね、うん、そう、二度と遅刻をさせないぞと。二度と、多分平気かな。うん、大丈夫大丈夫、できるできる、先生。うん、できるできる。じゃあね、はい、うん、それでは担当メンバーよちゃんになりきってセリフをお願いします。3、2、1、どうぞ。これちょっと、まったく足が速いんですから。ちょっとまた遅刻ですか？まったく、もう陽先生をこんなに走らされて。まあ陽先生は体育の先生ですから、すごい足が速いですからね。まあ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 。それで何ですか、また遅刻とは。まったく、もうもうしょうがないですわね。誰だよ、もう誰だよ。まったく、もし明日も遅刻をするような真似をしたら、このヨウ先生がヨウソロをしちゃいますよ。選曲会、どういうこと？選曲会、ヨウソロ会、誰なんだよ、ヨウ先生。いや、一個言って、一個言って、何一つ意味わかんないんだけど。待って、すごいさ、なんかさ、昔の漫画チックだった。なんかポーズがさ、なんかさ、ちょっとすごかったね。すごかったよ。いや、まあ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 、ここはね、もう半回見せてありますから。はい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 、じゃあ行きますよ。ダラダンバサタン、大丈夫ですか？うん、オッケーオッケー。ちょっと合ってんじゃない？はい、大丈夫です。ちょっと合ってるということなんですけれども、君の先生の模範解答を見てみましょう。3、2、1、どうぞ。こらー、そこはまた遅刻してきたな。しっかり挨拶と、遅刻ゼロは人間としての基本の基。こんな風に遅刻する生徒は、このヨウ先生が海に叩き込んでやる。そうだよ、今度やったら、あの岬の先端の高飛びだ、岬の先端の高飛び込み一体から高飛び込みの系にするからね。こうご期待。大丈夫、怖い怖いの子はヨウ先生が一緒に飛び込んであげるから、地上10メートルの景色を見せてあげるよ、ヨウソロー。ちょっと待って、もしかしてヨウソロ、もしかしてヨウソロ、ヨウソロだっけ？ヨウソロとヨウ先生じゃない？うん、合ってたの？コラーとかもちょっと大丈夫でしょ。
けルビちゃん。はい。ルビー。準備大丈夫ですか？はい。頑張るビー。オッケー。でござる。はい。ござる。それでは、ルビーちゃんになりきってセリフをお願いします。3、2、1、どうぞ。ルビー先生も遅刻し最初になる時はあるから、気持ちはわかります。あ、でもルビー先生はね、いつもダイヤお姉ちゃんに起こしてもらってるの。 あ、そうだ、だったらあなたもダイヤお姉ちゃんに起こしてもらおう。ほいルビー先生、あ、すごいよ、あの巻き添え食らいましたけど、私みたいな顔してる。いいよ、お姉ちゃんすぐに起こしてくれるんですか？そうね、1日限定3人までかしら。ありがとうございます。優しい、優しい、嬉しい。だって起こしてもらうんだもん。起こしてくれるのかな、起こしてくれるのね。ね、はい、気になる。わかりましたよ。うん、はい。では君野先生の満開度見てみましょう。3、2、1、どうぞ。あの遅刻ですよね。あー、ごめんなさい。別に責めてるわけじゃないです。ただごめんなさい。やっぱりチャイムを過ぎちゃってからの投稿だとどうしても遅刻をつけなくちゃいけなくて、本当に ごめんなさい。あのルビーも本当は遅刻になんかしたくないんだけど、でもどうしても決まりで。あの、もしできたら明日は時間通りに来てもらえると遅刻にしないで済むので、お願いしてもいいですか？かわいい。遅刻しよっかなって思った。あ、お題違うよ。すっごい言い訳したらさ、なんかさ、許してくれそうな気がする。そうですね。はい、来ました。かわいいな。このお題、そしてコーナーの最後、あーもうそうやってやっちゃうんだから。もう誰だ誰だ、やだわやだわやだわ。はい、ということで、はい、小原麻里さん、はい、小原麻里さんよ、小原麻里さんよ。はい、担当メンバー小原麻里さんになりきってセリフお願いします。3、2、1、どうぞ。もうなんで遅刻しちゃったの？マリー先生だって怒るのよ。だって少しでも長くあなたと一緒にいたいんだもん。ダメな先生ね。えへっ、はい。なんでその困り顔。ダメな先生ね。すごい優しい先生だね。こっちよし。先生は。ダメな先生ね。ペペロ。シャイニー、シャイニー、シャイニー。はい、ではでは、はい、ありがとうございます。はい、ちらっとね、ほうほうほう、シャイしてますか。はぁ、なるほど、はい、わかりました。それでは君野先生の模範解答を見てみましょう。3、2、1、どうぞ。あら、また遅刻？起きるの遅かったの？心配ね。体調でも悪いのかしら、それとも夜更かし？遅刻は仕方ないけど、マリー先生はあなたの生活が心配なの。そうだ、今日は帰りに私のことを待っててくれる？こうなったらマリー先生が一緒に帰って臨時の家庭訪問、君の部屋を探索して夜更かしの原因になるようないけない持ち物が隠されていないかネイルチェックしてあげるわ。えはい。いや、やっぱりやらしいな。なんだろう、なんだろ いけない持ち物よ。いけない持ち物いけない持ち物だから。いけない持ち物、なんだろうね、いけない持ち物って。なんだろうね、なんだろう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 、ご想像にお任せいたしますが、なんなんだろう。そうね、でもこういう感じになると思ってた。ね、なんだろう、なんだろう、想像ついちゃったね。あ、よろしくお願いします。うん、さて、これ9人終わりましたけれども、はい、私たちはちゃんと担当メンバーになりきれていたでしょうか。
そして君の先生、素敵なセリフをありがとうございました。ありがとう。